バスにクイックドラグいるのかなといつも思う。ー。まあ、いるでしょう。バスに、バスにしかいらんでしょう。クイックドラグは。うん、だって、バスフィッシングって魚走らせることないじゃないですか。ね。 あのドラグ締めて寄せるかドラグ緩めて走らせるねちょっとなんかあのレバーブレーキみたいなもんですよ、うん、素直にレバーブレーキ使えばいいものをそういえば先日あのガンダム w 0の劇場版見たんすよガンダム w 0の劇場版先日見たんすよチャンネルバンダイのチャンネルの、えー、105万人 登録105万人突破の記念と、あと、ハサウェイの,の宣伝も兼ねて、あのー、ガンダム00の劇場版のやつが、もう11年くらい前のやつ、あれがね、あのー、24時間限定で配信されとってさ、それ見たんだけどさ、あれ、普通にさ、マクロスとトップローネーだったよね。<laughs> うん なんか監督の、監督が、あの、好き勝手やるぞっってやったらしいんだけど、やっぱりあれは、あの、トップを狙いだった。ただただトップを狙いだった。マクロス、ガンダムを使ってマクロス要素を足したトップを狙いだった。だからあの、愛を止めないでがずっと流れとった。 話が進めばスモとトップを狙えないよね。あれはひどかった。いや、じゃあガンダムじゃなくてええやん、つって。<laughs> じゃあガンダムである必要ないやんっていう。うん、ちょっとね、ひどかったね。<laughs> ちょっとひどかったね。なんか悲しい気持ちにやった。<laughs> テレビシリーズで止めときゃよかった。なんかみんな死ぬし。 死 <laughs> なんでいいやつ死ぬし,しそう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 あの母性を母性を失った母性を失いつつある地球外生命体が、えー、地球に、えー、そのなんだろう自分たちが住める星を探して地球の方にやってきましたって感じなんだけどそれバジュラなんだよね。 <laughs> その設定がそもそもあれじゃんあのマクロスチックなわけよ。確かマクロス・フロンティアもあのフロンティアだったっけマクロスもあのバジュラが母性をちょっとあの母性が滅びそうで移住の星を探しとって地球の方に来たみたいなあの設定やったから。うん ああ、なんかすごいマクロスっぽいなっていう。そのね、その敵と、敵とこっちが味方のその関係値がマクロスっぽかったし、あと戦闘シーン、あの圧倒的巨大な大、ね、あの勢力 VS、あの、私たちみたいな、あのね、あの構図。ね、まああの一、一機一気だけではなかったけど、地球を守るために戦いますみたいな。一機だけではなかったけど、 あのー、ねトップを狙えじゃん2.5億2.5億 VS1 の <laughs> 2.5億 VS1 のやっぱガンボスターはいいよね <laughs> 強いよね <laughs> うんであのー、ほらねあのエクセリオンが敵の母星に突っ込んで爆発して <laughs> エクセリオンが敵の母星に突っ込んで爆発して敵を滅ぼしたっていう感じだけどエクシアがあの敵の母船に突っ込んであの対話という形であの敵をね倒したわけやねんか <laughs> でも監督が多分その世代やしうんそりゃそうなるよねっていうでもあの時代にそれを作ったやっぱトップとかね マクロス系もそうだけどやっぱすごいね今もなお残っとるわけよその思想がそして超えれんわけよその頭をうんいやガンバスターなんて他の日にならんやろなんだかんだで強すぎるやろあれは <laughs> <laughs> すごいよなだってあのー、ガンダム00の劇場は見とる最中にさもうすごいトップを狙いだったから あのもう見たくなってさ途中で止めてトップの狙い見たもん <laughs> 途中でなんかあのねあの合体シーンのとこだけ YouTube で見たもんガンダム止めて <laughs> いやほんとにやばいなガンダムの話しだしたらあの視聴者が半分になった <laughs> やっぱガンバスターだよ F91 いいよね。ガンダムびっくりするびっくりするらいガンダム関係ないけど F91 俺好きだわ。初めて見たガンダムが F91 なんだよね。F91 見て、あ、ガンダムって面白いんだと思って見始めたのが G ガンダムだから多分俺のガンダムは歪んどるよ。<laughs> 多分俺のガンダム感は歪んどるよ。とてもとても歪んどるよ。うん <laughs> F91 の後 G ガン見て、その後ウィング見たから、もうめちゃくちゃやと思う。そう、あの頃は、あの頃は全然何とも思ってなかったんやけど F91 って。でも F91 ってさ、なんだろう、まさに、あのー、ガンダムだよね。うん。F91 はまさになんかその、 なんだろう大人向けガンダムだよね。本当に人間関係しかやいんやん。ロボットとかそういう吸ったもんだってめちゃくちゃおまけじゃん、F91 って。特に。うん。人間、人間模様でしかないからさ、メインが。<laughs> で、一応なんかおまけ程度に、ね。あのー、なんだろう、うビックリマンシールの、ビックリマンシールのウェハースみたいなさ。<laughs> ね。あのー、メインはシールで、ウェハースがおまけみたいな、そんなレベルでさ。 V はまだ見たことないんですよ、俺。ダブルゼータと V ってまだ見たことなくって。見たいんですよね。Amazon とかでやっとりゃいいんだけど、ゼータまでしかやってない。ファーストと。<laughs> いいよな。だから、そのね、の C ブックとか鉄火面の,あの戦いの部分なんてさ、正直さ、あのー、なんだろう、適当じゃん ?F91 って。 <laughs> F91 って F91 のあのー、なんだろう戦闘シーンとかってめっちゃ適当じゃん <laughs> めちゃくちゃ適当じゃんうん人間ドラマにステータス振りまくったみたいなさあのバランスの悪いバランスの悪い RPG のキャラクターみたいなことになっとんねんが <laughs>、まあ、バグは怖えけど <laughs> バグはそりゃ怖えけどうん でも子どもの頃にガンダム見てないから、うん、子どもの頃にガンダム見とったらだって F91 見たんも割と大人になってからだから、うん、メジャーどころって全く見たことなくってねなんでもかんでもターン A とかもスッと入ってくるもんだって。 <laughs> ターン A ガンダムとかみんなしてさなんかえーってなるやんねえボルジャーノンだったっけあのねえターン A とかもだって普通にスッと入ってくるもん <laughs> だって F91 から始めてねえあのー、G ガンダム見てその後ウィング見てしまったらさあのー、ターン A くらいだったらスッと入ってくるよね <laughs> なんみんななんかこんなんで、ね、ファーストから見とったら確かに、うん、後から思ったけど、ファーストとかからね、ねわーっと見とって、ガンダムも見とって、あの、ターン A とか見ると、なんじゃこりゃってなるかもしれんけど、もう最初っからゲテモンしか食ってないから、俺。<laughs> だからなんか、うん、ターン A とか見ても、ふーん、みたいな。ああ、なるほどね、みたいな。そういう感じだったからな。 ポケととかもなな見とったなーどんどん視聴者入ってく <laughs> やっぱあれかうちのチャンネルは釣りに対する文句ばっかり言っとったらチャンネル伸びるんやな <laughs>